はい、どうです。えー、今回ですね。まずは、トラさんですね。アメリカのトラさんなんですけども、まあ、浮く関係になるんですが、あのー、ゼレーさんですね。ゼレさんに対して、文句言ってました。<laughs> ま、文句というか、ゼレお前やっとうことおかしいやろと。まあ、そういうことをトラさんが発言されてましたね。そこの記事、お伝えします。次は、シーペロですよね。今、タイの湾に向かってると。まあ、そんな感じのシーペロなんですけども、アメリカ側が、あの、中国に対して要請を出しました。あのー、すんません。 ちょっと武器だけは勘認してもらえますか言うて。そういうことをね、要請してましたです。何やとね、と。いや、もう、もう、ないやと。もう、いかんかったよ、のにってね。もう、ウェブ会議しとけと。まあ、そういう記事がありました。お,お伝えします。で、今その、タイのワン関係なんですけども、タイのワンの軍ですね。そっち側の軍なんですけど、限界体制、警戒態勢これを体制に入りましたので、マジで危ないと。まあ、そういうことがありましたで、ね、内容をお伝えします。 で、最後にそのアメリカ関係ですよね。アメリカのそのタイの湾なんですけども、飛行機、だ戦闘機ですよね。飛行機とか船とか、タイの湾周辺に移動を開始しました。もうね、危ないですね。そこの記事お伝えしたいと思います。 まずは、トラさんですね。トラさんが、まあ、プチンさん、うんぬんかんぬんではなくて、今回話しされてたのが、ゼレさんです。ウクのゼレさんに対して、お前は、もう、過ち、犯して持てますよ、と。もう、やっとおことをちょっとおかしいですわ、って、そんな言い方を指摘していました。あの、トラさんが、アメリカのラジオ、プログラムの、ザ・クレイ・トラビスっていう、あの、番組ですかね。そこに出演をしましたで。そこで話をされてるんですけども、ウクのゼレさんは、プチンさんに同意

かに困難ででではははありまますすすがそれでもやろううとととトライすることは放棄すべきではないという見解を示しましたら今更、今更というか、今からですね。まあ、プチンさんと、ーのゼ、ゼーレさんですかえー、合意するのは難しいよ、要素んあるんかもせえへんけども、諦めたら飽きませんよと。ちゃんときっちりいろんな話をしてですね。まあ、話というか、まあ、解決するような動きをしていけと。なんかそんなことをね、言ってましたですね。で、もう一個気になるのが、その、まあ、ツイッターの方で結構出回ってたんですけども、 デレさんと、誰か、ちょっとエライさん忘れました。デレさんとエライさんがなんかこう握手をしてる写真が出たんですけども、なんか、ゼレさんムッキムキやないか、言うて。お前、いつの間にそんなパンプアップしとんねん、みたいなね。腕ムキムキのね、カッチカチになってる写真があったね。あれ、ほんまなんすかね。ちょっとまあ合成かどうかわからないんですけども、ますごい気になるね、写真もちょっと出回ってましたですね。 皆さんどうですか、ね、そのツイッターでその写真見た方いらっしゃいますかね <laughs> ああ、ま、もし見た方いればですね、このゼレは何ゼレやというコメントですね。ぜひ残してほしいと思います。次、アメリカとタイの湾関係ですね。シーペロ、シーペロ。もうシーペロがですね、まあ、タイの湾にね、行ってますよね。まあ、こっそりね、表上では計画にはないとか言ってましたけども、やっぱり限状向かってます。今日の夜ですかえー、タイの湾に行くっていうふうに言われてるんですけども、アメリカ側が中国さんにお願いをしました。 要請を出しましてあのー、シーペロが行くとさすがになんかね中古さんすみませんなと威嚇するんかのあるんかもせえへんけども武器だけは使うの勘にしてくださいねっていうことをね言ってましたこの記事紹介しますアメリカがシーペロのタイのワン訪問の可能性に照らして中国に対して武器での威嚇これを控えることを求めるということ一日付であのホワイトハウスのジャンピエル報道官が、えー、これの 述べてましたですねお願いをしだしましたですね中国にお願いとなんでシーペロ言トンですかねなんかインのサイダーですかねようわかりませんけどもジャンピエル報道官は会見の方でシーペロのタイのワン訪問計画を受け中国の政府から発せられる激しい非難について我々は武器で威嚇する理由はなくその必要もないとみなしていますこれビヨンデン大統領ですねビヨンデン大統領って言ってもうてますもんねえ一つの中国政策 に対する我々の立場は何ら変わっていないなとと明言ししたとコメントしま,したまた同報道官はシーペロのタイの湾訪問が確認された場合何か新しいことではなくアメリカの政府関係者によるこうした訪問の通常の観光に適合するものだと強調しました <laughs> ちょっと待ってと、あのー、まあ、シーペロが中国云々とか、タイのワン訪問とか、こんなもん普通ですよと何、何みんななんか言ってるんですかってことをね、報道官言ってるんです。頭おかしいんかっちって。いやいや、偉いことですからね、そのタイのワンに行くこと自体結構偉いことですし、中国がそれをやめてくれて、もし行ったら、あの、なんかやってくるからなんて言ってるわけですから、通常の動きじゃないっていうふうに思うんですけどね、あホワイトハウスは 通常みたいですね。だから一つ提案があるんですよね。まあもちろん武器とかはね、使わんといて欲しいと思いますので、ただ中国にお願いするのは、いいあの大砲があるんですよ。いい大砲があるので、それを使ってくれって言ったらいいと思うんですよ。あの大砲ですよね。遺憾砲ですよね。<laughs> いやー、それはいかんですわ。いえね、日本の秘密兵器である遺憾砲がありますので、まあぜひですね、アメリカ側もあの中国に遺憾砲を使ってくれと、えー、そういう要請をした方がいいんちゃうかと、まあそういう記事がありましたらお伝えさせて てもらいましたで、その NSC ですね。アメリカの国家安全保障会議のジョン・カービー戦略広報報道官は、同日、シーペロのタイのワン訪問が、タイのワンへのアプローチに変化をもたらすことはないと強調しました。だから、行くことに対して、何ら意味ありまへんねんと、そんなこともね、言ってるみたいですね。シーペロ率いる議員団が1日、アジア歴訪に出発しました。シンガポール、マレーシア、韓国、日本を訪問する予定で、タイのワンに訪問するかどうかっていうのは、世界的にこのかなり注目さ されています。中国の金平ちゃんが先月二十八日、ビヨンデンとの会談で、火遊びをすれば、火傷すると警告されてるんですよね。だから、金平ちゃんがビヨンデンに対しても、火傷すんぞと。ビヨンの、まあ、ゴムマスクも溶けて、もうて、知らんからな。いでね。そんなことを、を、まあ、金平ちゃん言うてたみたいですね。その警告の中で、一つの中、国政策への揺るぎないコミットメントを求めました。タイのワンメディアは、シーペロが二日にタイのワンに到着し、三日にタイのワンの。総 とううと会談する可能性があると報じました。あうエライさん明日ですか？え三日付であるっていうことこれ報道され出しましたですね。なおタイのワンの外務省はこの情報を確認していないと確認してるはずやろ。絶対やってますよね。まあ、一応シーペロで言ったらねアメリカのエライさんにあるわけですから外務省が何も知りませんっていうわけじゃないと思うのでまあ一応情報はねなんか操作していける感じですかね。でそのタイのワン側なんですけども国 国防省は有事に備えて軍に対して限界体制をこれ引くようにあの出したみたいですね。だからほんまにもうもう危ないと。もうこれはなんかあるぞっていうことで有事に備える動きをしてるみたいです。タイのワンは中国との有事に備えて自国の軍隊に限界体制を仕切りました。タイのワン国防省はシーペロの砲台の可能性から不穏が高まったとして一部の将校と兵士には休暇を取りやめさせ有事に に備え国防軍を動員しました休んでる人も出てこいやともう休んどおばいちゃうか出てこいでもなんかそんなこともねやってるみたいですねタイのワンニュースメディアエトトゥデイっていう報道によりますとシーペロは8月の2日夜にタイのワンに到着し翌3日には相当と会談を行いますタイのワン国防省は先に8月の1日に中古の人民なのを解放する軍ですねえそこの j-16 の戦闘の飛行機4機が8月1日にタイのワンの防 識別圏の南西部にに侵入入ししたことを明らかにしててていいいますももう入ってきても取れなで、すよねで最後に、アメリカ側もこれ動いてまして、飛行機、船ですよね。そこが、えー、タイの湾周辺に移動を開始しました。だからもうめちゃめちゃなんかもう三密ですね。アメリカさんもいれば、中古さんもいれば、もうタイの湾さんもいればですね、三密状態になっていました。日系アジアによりますと、アメリカは同国のシーペロがタイの湾 を訪問する可能性に関連し飛行機航空機や空母をタイの湾周辺に移動させましたタイの湾新聞チャイナタイムズが1日付けになりまして外交筋を引用しシーペロが2日にタイの湾に到着し3日の早朝の会談可能性を報じましたなおタイの湾外務省はこの情報を確認しても何回同じのことを言うのと外務省マジでほんま一回調べた方がええんちゃいますかと思いますね中国の外務省が王報道官ですねあの方が1日の定例会見でシーペロの放題は中国の主権 と領土の一体性の侵害であり深刻な影響をもたらすということをね言っちゃってるんですよね深刻になるからもう知らんぞということをあのメガネの大報道官が言ってました中国のメディアは先にシーペルが乗った飛行機の緊急事態を理由にタイのワンに着陸する可能性があると報じましたまたアジア歴訪に出発したシーペルの危険な動きに備えて中国軍は高度警戒態勢を取っ,っているとだからタイのワンも警戒態勢ですし中国も警戒 態勢ですし、アメリカも警戒態勢で移動を開始したということになってますので、まあ、本日の夜ですよね。あの C ペロがどこに着陸するのか、えー、また分かり次第ねお伝えしたいと思います。本日は以上になります。またあたなえー、お久しぶりねよろしくお願いします。じゃあいます。